んにちは。2020年7月22日です。シャス&トークということでよろしくお願いいたします。いつも私がの間違いを訂正していただける方がいます。デーデーさんという方です。いつもありがとうございます。今回はちょっとこの件に関しまして少しちょっとお話しさせていただこうかなというふうに思います。間違いは全力で間違っております。そんなわけでいつもご指摘いただきまして本当に誠にありがとうございます。またその他の方も、ここは間違ってるよという、コメントを時々いただきます。改めて御礼申し上げます。前回のでちょっと申し上げたんですけども車を運転している最中には盛んに編集のことを考えてます。ああこういういいシーンがあったなということを思い出します。カメラの方は40分ごとに、切って区切っていきますので、あこれでファイル何本目かなということを覚えてきます。そして、後でパソコンの方に何番目のファイルを出して、それで動画を切っていくという作業をしてます。さらに静止画もそれに最後の方に、加えるという編集をしております。そんなわけで、もうとにかく編集作業が頭いっぱいだということです。それで音入れなんですけども、この音入れは一番最後に、ぶっつけ本番一本目ということです。以前はですね台本を書いたんですよ。台本を書いて喋ったんですけどもいまいち面白くないなと、まあ自分が面白くないなら聞いてる人も面白くないだろうということで、やめました。そして、閉じても何してもいいからとにかく最初の一本だということです。日にちと年号と日にちをですね間違った時はこれさすがに直すんですよ。とか最初のうちちょっと噛んでしまった時は直すんですよ。取り直しなんですよ。だけどもう30秒ぐらい喋ってしまったらもうこのまま1枚ということです。でまあコードに引っかからないように、単語を気をつけながらおしゃべりさせていただいてます。そんなわけでテキストの方もペロッと間違ってしまいますし、しゃべりの方も間違います。時々おかしなことを言い始めるかもしれません。その時はまたコメントで、ぜひとも、どのたでも結構ですので、訂正を入れていただけますようお願いいたします。ここが違うよ、正しくはこうだよということを言ってください。動画の方はですねもうすでにアップロードした動画はもう審査通ってますので、動画の手直しはできないんですよ。ですから後からテキストで下の方の概要欄かその辺にこう直すという方式しか取れません。で申し訳ありませんが、そんな風に、やっております。とにかくそのおトイレ作業がですね、まあこう写真こう現場を撮ってきますよね。撮ってきてからすぐやるんですよ。もう一日経つともペロッと忘れてしまいますね。でまだその撮ったということとこの余韻が残ってる最中におトイレ作業をどんどん進めていくということをします。したがってこの臨場感が伝わるんじゃないかなと思います。正しいのはその映像は正しいです。リアルタイムでリアルで撮ってますんで映像は正しいです。ただそのテロップとか言ってる内容がちょっとずれる可能性は非常にありますが、とにかく撮ってきたらそのまますぐ車に入って編集作業終わったらもうすぐ、おトイレ作業というふうにやってますんで非常にフレッシュな状態になってるかなと思います。まあタイムラグが若干ありますんで、少し遅れてアップロードされていくかもしれません。今の時期結構出歩いてるもんですからストックが溜まっていきます。全部こうでき次第どんどんサーバーの方にアップロードして、公開日は毎日夕方の17時30分から、公開という設定にしてます。今ストックが5本ぐらい、溜まってると思います。まあ、ストックが溜まってくると安心して、出ていくかなということで余裕があります。で、まあ、車の中でこう編集作業終わりまして書き出し作業エンコードっていうんですけど書き出し作業が始まります。パソコンの方で、これがちょっと時間かかるもんですからその間が楽ですね。まあ、ウイスキーでもチビラ飲んで音楽聴いて黙ってぼーっとしていると、あ作ったぞということで見てくれるだろうかと思いながらですねぼーっとして待ってると、その間エンコードはパソコン仕組みやっててさらにちょっと余裕があるんで、パソコンでワンセグを見てますね。それ以上のことやるともうダメですね。遅くなってしまいます。エンコードが一番経っても終わらんぞということなんで、テレビだけ、見てそのままお楽しくしてます。
それで大体1日が終わると。うまくいけば1日に2本ぐらいいけるんですけど、まあ頑張って2本やってということです。あとは、朝方早く起きて、3時頃目覚めた時あるんですよね。3時頃目覚めて、さあ編集やるぞと、残ってる編集やってしまうぞということで、やったことがあります。だけど、おトイレ作業はですね、やっぱりその、もう取ってきてすぐやらないとダメですね。一日一晩置いて朝なってしまうと、なんか言ってることが変だぞということに、なってしまいます。この今日の車窓のトークもですね、先ほどちょっとコメントを目指していただきましたら、デイデイさんがいつものように直していただきまして、もう一人の方も間違いが多いぞって書いてきてまして、まあそうかなと、まあそうなんですけど、でまあなんかこれで一本作ってみようという、ことです。まあとにかく間違おうと思って間違ってません。全力で間違ってますんで全然気がつかないですよね。ですって、まあ映像を参考にしていただいて、もし北海道をこうやって巡られる方いらっしゃいましたら、あとは詳しくは、ホームページなどで、確認していただければというふうに思います。これが今現状の、状況です。これから向かいますのが美瑛に行きます。美瑛に行ってちょっと花が多分綺麗に咲いてるんじゃないかなと思いますので、美瑛のその名所をちょっとだけ、巡って、見ようかなという工程を考えております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。